Hi everyone! この動画では B 動詞について学んでいきます。B 動詞は学習の初期に学ぶ文法ですが、使用する頻度が高く、この先のレッスンでも何度も出てくるので、しっかりと学んでマスターしましょう。B 動詞だけでも、例えば次のような自己紹介ができます。Let me introduce myself. I'm Ken. I'm from Australia.I'm an engineer. I'm 35 years old. My favorite actor is Tom Cruise. He is in the movie Mission Impossible. He is friendly and cool. この動画を最後まで見て、皆さんもこのような自己紹介を作ってみてください。 B 動詞とはイコールのような意味を持つ動詞で、その名の通り B が原型、つまり B が一番基本的な元の形です。英語の場合、主語や時制、つまり誰の話なのか、いつの話なのかによってこの B が変化していきます。今日は Am、Are、Is の3種類を学びます。これらはすべて同じ意味ですが、主語によって使い分けます。例えば、I なら am、You なら are、He is、She is となります。どの主語にどの B 動詞を使うかは、表を使って早めに覚えてしまいましょう。B 動詞は試験でも会話でも本当によく出てきます。考え方としては、主語が単数、つまり一人や一つの時は is。 主語が複数、つまり二人や二つ以上の時は are を使います。 am は特別で、主語が I の時だけ使います。 you はあなた、あなたたちの単数と複数両方に使います。 B 動詞は複数に合わせている、こう考えると覚えやすいです。以上の理屈で覚えてもいいですし、声に出して何度も言うことで覚えられます。自分に合った方法を試してください。主語が人や物の名前になっても同じです。 A pen なら一つなので、 B 動詞は is を使います。 John and I は二人なのでR になります。次に例文をいくつか見てみましょう。 I am a teacher. I am a teacher. 私イコール先生、私は先生ですという意味になります。 She is kind. She is kind. 彼女イコール親切、彼女は親切ですという意味です。後のレッスンでさまざまな動詞を学んでいきます。 B 動詞を使うか迷ったら、 B 動詞はイコールだということを思い出してください。彼はサッカー選手ですと言いたいときは、 He イコールサッカー選手ですので、He is a soccer player と言えば OK です。彼はサッカーが好きですと言いたいときは、He イコールサッカーではありませんよね。この場合は、He is soccer ではなく、He likes soccer になります。次に短縮形について、I am は短く I'm と縮めることができます。会話ではこの短縮形を使うことが多いです。逆に書き言葉では短縮せずに書き出すことが多いです。意味は同じなので、自分が使うときはあまり気にせず、好きな方を使っても OK です。リスニングではどちらで言われてもわかるように、この表を覚えておきましょう。テストなどではこのように
I am と書くべきなのに、一つしか空欄がない場合があります。こういう時のために、I'mと正しく書けると良いでしょう。表を見ていただくと分かりますが、アルファベットが一文字、アポストロフィーに置き換わっています。いかがでしょう。最初は覚えるのが大変ですが、B 動詞は英語で一番使う単語の一つなので、頑張りましょう。ここまで肯定文、つまり何々ですの文章について学びました。次は否定文、何々ではありませんという文の作り方を学びましょう。作り方はシンプル。B 動詞の後ろに not を入れるだけです。I am a student。 B 動詞は am なので、その後ろに not を入れます。I am not a student. They are from Canada. B 動詞は are なので not を入れて They are not from Canada. また B 動詞と not を合わせた短縮形もあります。 You are not. You're notYou aren't。 どれも同じ意味です。最後に疑問文、何々ですかという文です。これもとてもシンプルで、 B 動詞を文の始めに移動させるだけです。書いているときは最後にハテナをつけるのを忘れないようにしましょう。 She is a doctorB 動詞は is なので、 is を先頭に移動させて Is she a doctor? You are hungry。 B 動詞は are なので Are you hungry? 話すときは語尾を上げて聞きましょう。 Are you hungry? ではなく Are you hungry?では、ここまで学んだことを使って、ご自身の自己紹介文を作ってみましょう。まずは名前から。I、B 動詞は、Good job! I am ですね。自分の名前を入れてリピートしましょう。I am Steve。 なお、I'm、My name is。 どちらも同じですので、好きな方を使ってください。次に、出身地です。B 動詞の後に、from 国名と続けます。ここで、いくつか国名を確認しましょう。後に続いて、リピートしてみてください。Japan、Japan。China, China. Korea, Korea. The US, the US. Germany, Germany. Greece, Greece. 自分の出身地を言ってみましょう。 I'm from...職業に関する単語をいくつか確認してみましょう。Repeat after me. Office worker. Office worker. Designer. Designer. Musician. Musician. Soccer player. Soccer player.Teacher, teacher. Doctor, doctor. Lawyer, lawyer. 動詞に er をつけて
何々する人という意味になることがあります。例えば teach 教える、 teacher 教える人。単語を覚えるときの参考にしてください。次は好きな俳優、スポーツ選手、ミュージシャンなどを言ってみましょう。 For example, My favorite baseball player is Shohei Ohtani. 最後に人の性格を表す単語を見てみましょう。 Repeat after me. Kind, kind. Funny, funny.Outgoing, outgoing. Friendly, friendly. Hardworking, hardworking. Honest, honest. Polite, polite. 一つ前の文章から続けて言ってみましょう。My favorite baseball player is Shohei Ohtani. He is hardworking and polite. ご自身の自己紹介が出来上がったら、アウトプットとしてコメント欄にぜひ書いてみてください。また、このシリーズで会話編もありますので、よかったらご覧ください。今日は be 動詞の am、are、is と疑問文、否定文について学びました。Thank you for watching. See you in the next video.